退役ハイライト第47回をお送りしたいと思います。今回は、どうする朝敵足利尊氏というところをお伝えしたいと思います。新田義貞と足利尊氏がほぼ同時にお互いの終罰を願い出る書状を後醍醐天皇に提出したのですが、新田義貞は、尊氏の八逆という形でそちらに部があるのではないかということで、その証拠確認をしていたところ、実際その大塔宮は許しもなく殺害されていた。そしてその御行商、尊氏が中国四国から軍勢を、集めている、そういった書状が、後醍醐天皇の目にも実際触れ、後醍醐天皇は大変お怒りになって新田義貞を大将軍として鎌倉に遣わします。でその法を受けた、足利忠義ですとか有力な尊氏の家臣御家人たちは、尊氏のところに檄を流しに行きます。でここで尊氏はどうしたかと言いますと、本文確認してみたいと思います。尊氏卿黙念としてしばしは物も賜わずややあってということで、まず後醍醐天皇に対する恩が計り知れないものだということを言うんですね。そして、今後醍醐天皇の逆鱗あるところというのは兵部卿親王を失い立て祭りたると諸国へ軍勢催促の御行書を下したるという領女の恩とがめなり、これ一つも尊氏が所位にあらずって言ってるんですね。でこれ太平記読んでもそうですし、歴史的な事実的にも両方足利忠義がしていたことだと。御行書もその忠義の名前で出てるものが非常に多かったらしいんです。ということで尊氏は、こう続けるんですね。さてもなお在家逃れるところなくば帝発前衛の形にもなって君の御ために不知を存ぜざるところを子孫のために残すべきと涙をしぬぐいてのたまいも果てず後の障子を引き立てて内へぞ入りたまいける、かかりしかば甲冑を対して参り集ったる人々皆今日を覚まして退出し思いのほかなることかなとささやかぬものぞなかりける、ガビーンです。集まった人たち、尊氏はお怒りがこう解けるように自分にその謀反するくなんて心がないことを出家して示して、そして引きこもってしまったんですね。そういう態度を取りたいということで泣きの涙で引きこもってしまったと。でこれで、まずいですよね。上杉細川佐々木といった、者たちが足利忠義のとこに行きます。で尊氏の言ってることも分かるんだけど、我々が北条氏に仕えてきたっていうのはトップに立つような器の人がいなかったからだ。今やはり足利尊氏のようなそういう器の人が出てきて、みすみすこの、機会を逃すことはできないと。でここはまず足利尊氏は鎌倉に置いといて、忠義の方に兵を挙げて義貞を打ち迎えてほしいということを伝えます。で忠義は大変喜んで、すぐにも鎌倉を立ちます。しかしながら義貞勢いに乗ってますし軍も数もおりますので、弟脇屋義助と共に渡河に誘導する作戦で矢作川の合戦に大勝利します。愛知県ですね。で足利軍は矢作川を撤退して、詐欺坂ですとか手越とか静岡の方に
後退していくんですが、新田軍の切り込み足を受けて連敗し続けます。まあ、高氏は川渡っちゃいけないということをなんかこう言っていたらしいんですけれども、挑発に乗った者たちはそこをどん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 行ってしまうと。やはりその、高氏の軍を率いる将としての器というのは大変大きなものだったということは、あの禅宗の注などにも記してあります。そこで忠義はあの鎌倉に遁走して、高氏の家に向かうんですが、返事はありません、これはもはやもうまずいのかなと思ったわけです。もう要するに出家を遂げてるのではないかということで、確認を取ったところ、まだ元取りを切っただけで、建長寺にいるぞという情報を得まして、策を練るんですね。あの他のその部下たちと、家臣たちと策を練ります。それというのは偽の臨時をあの作るというものです。で、もう紙とかその書く字とかもあの真似て、その誰に当てたものでとか内容とかもすごいこうきちんと作るんですね。で、足利尊氏と忠義は何があってもあの許してはいけないみたいなことを書いて、高氏を追い込むわけです。で、忠義はこの偽臨時を持って建長寺に行って、高氏に、涙ながらに訴えるんです。もう何したって許してもらえませんって、このままでは足利家は滅びてしまいますと。で、私ももう、こう負けてしまってますから、なんとかなんとかこう出家するのはやめてくださいっていうことを言うんですね。で、高氏もこれが偽だとは全然思わずに、一族の面をかけて戦うぞということで出家を諦めます。まあ、もう一つは賠償論などには、忠義が死んでしまっては全く生きてる意味もないんだみたいなことを記しているとあります。同じ涙でも全然違いますよね。高氏は本当にその計算とか何もなくて、そういう人だった。今日の太平記のドラマでも楠木正成が無垢な方だって言ってたけど、そういう人なんじゃないかなと思います。忠義は役者ですね。なかなか頭も切れるし、常に先を見て計算してるなって感じですね。で、この頃鎌倉中の軍勢どもが一足切りといって元取りを短くしたのは将軍の元取りを紛らかさんためなりけりと、みんなでその将軍のそういう恥ずかしいところを見せまいとかいうのも、この結束力というか高氏のカリスマ性を感じないわけにはいられません。そんなことなんですが、本来であれば新田義貞はその静岡のところで、もっともっと追い打ちをかけて鎌倉で、こう決戦してれば勝てただろうに、伊豆でその休んだみたいなことが記してあります。こうちょっと詰めが甘い感がありますよね。そしてさらに一宮中つかさの宮親王が、高吉親王ですが、関東官僚500騎でその三条ヶ原へ打って出た時、その出陣をする時に、錦の御旗の金銀で打ちつけた、月とか太陽日ですね、日月の、御紋がちぎれて地に落ちたということもあったらしく、これを太平記の語り手は不思議と述べ、人々は穴は浅ましい穴、今の度の御合戦は、墓場かしからじと意味思わぬものはなかりけりといって、不吉なことは予感されているわけです。それではまた次回。